先生、悪くないよ。はっきり言ってください。なんていうかな、つまらなくはないんだけど、映像化するまでもないんだよね、君の脚本って。まあとりあえずこれ見送りね。アシスタントを戻ってくれる？はい。また募集かかってないのに出したのかよ。今月5個目くらいだよな。逆にすげえよな。他作ばっかり出しても意味ねえのに。いっそのこと転職した方がいいんじゃね？うわ、お前さすがに言いすぎ。仕事中は私語禁止な。はーい。すいません。おい、松村。ちょっといいか？やっぱ松村さんってすごいよな。仕事できるし、自分の世界観持ってて。ああいう人が出世するんだろうな。それな、俺あの人の書くミステリーめっちゃ好きでさ。おかえり。今日ね、ハンバーグにしようかなって思っいてらる。ない。シャワー浴びてくる。ねえ、これ、どうしたの？アシスタントの仕事はやめないよね。作品認められたらつないでもらえるんでしょ？もう書かないから。いいんだよ、映画とか。才能ないの、俺。ダメ。やめちゃダメだよ、書くの。脚本家になるのってさ、松原みたいなやつで俺じゃないの。人から慕われるタイプでもないし。そんなことない。私、コウ君の映画大好きだよ。演出も、セリフも、伏線の張り方とかおも。前に認められたって意味ないんだよ。ごめん。しばらく一人にして。
起きてるなら起こしてくれる。なんだこれ、どうなってんの。そうだった。あれ。で、松村は頼んでた修正の箇所をよろしく。はい。で、知り合いから脚本の募集かかってるから、希望者はできたら俺のとこ持ってきて。いいの待ってます。以上。はい、はい、はい。あの先生、ちょっといいですか。今回のコンペどうする？俺せっかくだし、SF でも書いてみようかな。ああ、俺やらない。は？なんで？
検索する。脚本書くのやめようと思って。先生は別に、まあお前が辞めるって言ったら先生は求めたらだけど、荷物が減って生成するんじゃない。お前って本当何も分かってる。うん、何言った。いや、何でもない。でも、B ちゃんは止めたんじゃない。脚本頑張ってるお前に惚れてくれたわけだろ。うん、ちょっとは気にかけてやったら。もうそういう年なんだし。なあ、え、待って、お前カレーにラー油かけんの。うん、なあ、疲れすぎじゃね。ここ最近出社もギリギリだし、髪も服もひどいぞ。開いてます。いい加減俺につきまったのやめてくれない。なんでよ。私も片岡先生の脚本に惚れ込んでしまって。サインとかもらえます。なんで DVD 持ってんだよ。松村君だっけ、副部長の人にもらったの。あいつか。私ね、あそこが好きなの。主人公とヒロインがメロンパン分け合うし、もう神演出、天才。バカにしてる。ごめんって。でもファンっていうのは本当だよ。大学の文化祭であのクオリティって普通は作れないもん。ああ、ありがとう。やっぱり
将来は脚本とか文章系に進むの？まあ今のところはそうしたいって思ってるけど。へえ。ちゃんと夢があってそれに向かって頑張れるってなんかすごいかっこいいね。別にまあこんなもんだろ。現時点では多分理想な気がする。いただきます。待って、ラー油かけるの？カレーライスに？うん。片岡くんもかける？いやいやいや、普通かけないでしょ。そう？坂本家ではこれが普通だけど。だってさ、カレーってもともと辛いものじゃん。てかあのスパイシーさに中華的な辛さはミスマッチ。もう、片岡くん細かい。美味しければいいでしょ。細かい。見て、星めっちゃ綺麗。曇ってて何も見えないけどな。じゃなくて、下見て。綺麗でしょ。うん。なんかこの子すごい光強いね。北極星みたい。北極星ってポールスターっていうらしいよ。じゃあポールね。なんてポール？そう、今つけたのこの石の名前。名前って石好きなんだ。小さい頃ね、おばあちゃんに教えてもらったの。光る石は流れ星のかけらだから、強く願えば夢を叶えてくれるんだって。片岡くんが脚本家になれるようにお願いしとくね。坂本さんは夢ないの？お嫁さんかな。いいじゃん。今回は片岡ので行こう。え？成功するといいな。ありがとうございます。あ、今の追加しとけよ。はい。いえいえ。
久しぶり。何ヶ月もほったらかしにしてごめん。ゆいが出てった後、もう一回脚本書いてみようと思った。それがコンペトーって、この前映画が完成したんだけど、来週、もしあいつら大学のミニシアターまで来てほしい。一番最初に見せたい。片岡幸太郎。どうかな、この映画。続きは？このあと二人はどうなるの？彼女が来て、二人で映画を見て。それで？彼女が聞きたがるから主人公は仕方なく教える。彼女の夢を叶えるためにプロポーズするって。その先は俺もわからない。私でいいの？え？カレーにラー油かけて食べるし、カラオケ行ったら演歌しか歌わないけど、私でいいの？うん。石に変な名前つけるけど、ゆいがいい。振られると思ったでしょ。うん。何も反応ないし、ずっとスクリーン見てるし。何ヶ月も放置されたからね、その仕返し。それはごめん。映画諦めないでくれて、頑張ってくれてよかった。だから許してあげる。ごめん。これからはもうちょっとちゃんとするよ、家事とか。はい。ねえ、サイズ合わない。私こんな指太くない。え、あ、ごめん。公開してお金入ったら買い直すから。ううん、やだ。これがいい。いやいや、おかしいって。婚約指輪って左手の薬指にはめるから意味があるので。もうゴーくん細かい。いいの、愛感じれたらそれで。ほんと変わってる。でもそれくらいがちょうどいいでしょ。まあ確かに。ねえ、この子なんて名前にする？